日本産科婦人科学会は胎児がダウン症かどうか高い精度でわかる新たな出生前検査を実施するためのガイドラインをまとめました出生前検査は早ければ来月から開始される見通しです新たな検査は妊婦の血液を調べるだけで胎児がダウン症かどうかなど染色体の異常が高い精度でわかるものですでにアメリカでは実施されています日本産科婦人科学会では 昨日、検査を行う施設に専門のカウンセラーを置くなどといった特別の体制を取るよう求めたガイドラインを初めて決定しました。ガイドラインでは、検査の対象を過去に染色体以上の子どもを妊娠したことがある人や高齢の妊婦などに限っています。新たな検査は、専門委員会による審査で臨床研究として認められた施設だけで、早ければ来月から開始される見通しです。